かわいい、ありがとう。ふわふわありがとう。雨ありがとう。公演楽しかったです。ありがとうございました。明日も夜公演に参加させていただきます。誕生日当日の公演、おめでとう、おめでとうございます。私はそうチャットに書いたんですけど、すごいいっぱい寝たのでまだ眠くないです。でも明日は午前からね予定を入れたので、まあ公演よりは早起きじゃないけど、まあ起きなきゃいけない。こんばんは。もう豆の返信書いてた、ありがとう。かいちゃんの公演見れて元気100倍、ありがとうございます。なんか今日すごいあったかかったですね、嬉しい。私ね、分かった、こんばんは。私分かった、冬苦手冬の方が苦手や。やっぱりなんだろう、外に出たり廊下に出たりお風呂に入ろうとするときに寒いってやだ、やです。気づいた、そこで躊躇しちゃうからね。生誕の時と今日の夜ご飯たまたま真ん中に寄ってた席、おありがとう。そう、全然もう新潟出身とかね関係なくね、夜、あの夜じゃない、冬寒いの苦手なんです。あったかいに越したことないよね、本当に苦手みたいです。カバン、あーちゃちゃちゃよいしょ、ごめんありがとう、苦手だよ寒いの。早く夏来ないかなって思ってて、あとね、そう私ね、さっきなんとねネットショッピングしました、一人で。あ、雨ありがとうございます。一人でネットショッピングした、初めて。なんか夏、春夏物の、まあ、ワンピースを買ったんですよ。でなんかクレジットカードとかなんかお支払い方法いっぱいあるじゃないですか、まあ、クレジットカードだったら諦めようかなって思ったんですけど、代引きっていうのがあって、あ代引きならいけるんじゃないかと思って申し込んでみました。代引きです。でもまだ、あオーラありがとうございます。まだね、そのいつ発送されるか、いつなんかこっちに来るのか、いつ代引きするかとかは決まってなくて、けどその代引きのやつを申し込んでから見たんですけど、ね代引きって手数料かかるらしいえなんでよって思う。だってさ、私がさ私がだって自分でこうやってさお支払いその場でするからさ、誰の手数料って思って、もしかして黒猫大和さんにってことですか。大和さんにか私がお支払いするのになんでだろうって思った。そうなんです、そうなのね。まあでも買えてよかったです。まだか、まだ買ってない、申し込みしただけ。いつ届くのかわかんないな、まだ。
ドキドキする初めての試み、楽しみ、便利だね。あとコートも買わなきゃ、これあるじゃないですか、冬用、冬用のコートはねいっぱいあるんですけど、春用がね、あのなんか 2,3 年間ぐらい同じの着続けてて、うん、ちょっとそろそろだなって思ったのでまた買わなきゃ。お父さんがお金払うお父さん、あーなんかそう、お父さんの会社に送ろうと思ったんですけど住所分かんなかったのでやめました。だるまありがとうございます。え、だってさ、私がさ日中、今もうコンサート期間で忙しいじゃないですか。でなんかその商品が届くのが3月中らしいので、あこのままだったら、あ私が受け取れずに、受け取れないかもしれないって思って、でお父さんはさもう会社にもう毎日行ってるから、あ確実だなって思ってました。私は本当にね分かんない、そう先の予定もあんまり、レッスンの時間はまだ分かんないので、一番確実なのはもう本当に毎日を行ってるお父さんの会社かなって思って。そう受け取んないとねダメだから困るねドッキリ、コンビニで受け取れたりするの？待って、そういうさ、多分難易度高めのやつ私知らなかったです。なんせ今回が初めてのネット通販なので、しかもまだ家族の誰にも言ってない、言わなきゃ、うん、風呂屋に送るのやばいよ、安藤さんがびっくりしちゃうよ。ペンギンありがとうございます。そう私の母もなんか、うーん、土日休みとかじゃなくて、まあ今日はお休みだったんですけど、たまたま土曜日のあれなんで、そう早くみんなに代引きなことを言わなきゃって思ってけどもうみんなね、妹以外、お父さんはもう寝ちゃったし、妹、もう妹って今春休みだけど、うーん、お家にいるのだろうかって感じ。コアンありがとうございます、ありがとう。いるのかな、アルバイトとかしてる妹、えらいね、えらい、当たり前なのかな、学生の時ってアルバイトってさやっぱりするのかな、うん、妹とかはすごいよく通販利用してる、春休みに旅行行ったりしない、ああ、私が旅行したい、公園お疲れ様ありがとう、旅行行きたいんですよね、もう今月は難しそう。なんか私のフローラのさ確定しているお休みが12月31日と1月1日なんですよ。なのでその2日間しかさ、なんか飛行機取ったり宿を取ったりすることができない、それか前もってこの日はお休みさせていただきますってやつです。通販ってアマゾンレベル、え、あのね、なんて言うんですか、難しい通販です。そのなんかその洋服の公式が入ってるなんか大元のグループみたいな
うん、難しいね。旅行行きたい。それこそヒロが今日言ってた北海道とか、マリナさんが言ってた沖縄とか、私が言ってた。え、違うの、ZOZO じゃなくてもっと難しい、聞いたことない 聞いたことないところだったの。まあ ZOZO も買ったことないんですけど、自分で。かえりちゃん忙しいね。ちょっとコンサート期間はね、ありがたいことに練習尽くしなんです。公演もね、明日と来週の日向さんのしかなくてね。あ、いいね。え、観光列車乗りたいな。え、聞いたことない、なんか S とか R が入ってる あのグループでした。通販のね、偽サイト。え、でもね、わかんない、偽じゃないと思う。すごいよくできたサイトだった わかんないけど、偽ではなさそうです。よくできていました。いや、それ頑張るよ。しばらくかえりちゃんに会えない。確かにみんなとさ、お見送りでさ、なんかプチおしゃべり会開催してたけど、会えなくなっちゃいますね。忘れないでくださいね 忘れないでね。まあその分配信とかで。え、シーンね、私ずっとシーンでお買い物したくて、なんか何回もアプリは入れたり消したり入れたりしてるんですけど、もうお買い物したことないんですよね。妹とかはなんかすごいジャンジャカシーンとかグレイルとかでお買い物してる。でも私も通販デビューしたから、初めての通販。本当に一回も通販でお買い物したことない。全部ね、家族の誰かにお願いしてた なんかレッスンシューズとか、お父さんに URL 送って、これのこれにこれ頼んでおいてくださいって言って、いや、もちろんお金も支払いますよ。じゃあ今月のお小遣い引いてくださいみたいな URL 送ってた。妹とかにも頼んだりして、ママとかね。しばらく公園ないのつらい、つらい。私も忘れちゃうかも、公園の感覚を。そうだから、ついに、え、しかもなんか特にきっかけとかなくて、なんかなんとなく思い立ったんですよね。最近忙しいから、そのお洋服買うタイミングないなーって思って、なんかインスタグラム見たら、あ、これかわいいと思って、よし、この勢いで買うしかないと思って買ってみました。まあ、まだお金はお支払いしてない。ハートありがとうございます。無事に頼めているか、ドキドキ。でもさっき確認メール届いた。あ、ラブラでもそうよく買うんです。ラブラね、いいよね、お洋服いっぱいあるし。ふうふう。な 耳でエイトパパ、パパ あ、ミミレちゃんとエイトくんのパパかな。ありがとう。なんで ありがとうございます。嬉しい。ね、公園いっぱい来てくださる方で。
お子さん連れてね来てくださっててありがとうございます。え、卒業しちゃうの？寂しいけどね、またもし劇場来たいな、帰り会いたいなって思ったらいつでも待ってるので来てくださいね。ありがとう。寂しい、いや寂しい、引き止められない涙出そうだから、ありがとうね。こんばんは。ねえ、そうなんだね。でもそうだよね、そういうのあるよね、タイミングとか出会いもあれば別れもあるみたいなね。そうだよね。でもなんかこういう時ってさ、こう無理にさ、すごいさ引き止めるということよりも、なんかふとまた会いに行きたいって思ってくれた時に温かく迎えてくれる人だなって思われたいから本当に待ってるっていう感じですかね。潔いですよ私ネチョネチョしない、分かった、終わり際はネチョネチョしてはいけないんですよ。そしたらさ、次またなんか会いづらくなってしまいそうなので私はもうあの NGT の仏として待ってます。うんそうだよね。ハートありがとうございます。え、そう、私ね本当に仏のおつぼね、そう、おつぼね感が止まらなくてですね、はあ、日向さんが卒業されて、マリナさん、美春さん、まあ、カホ、私っていうことで、はい、どうしよう、もう最年長狙おうかな最年長になっちゃうんじゃないかなって、このままだといいんですけど、でもそれは私が最年長になるってことは、その全員の美春さんとマリナさんとカホを見送るってことだから、それも嫌だ、うん、じゃあなりたくない。明日久々に子役のにカリちゃんになる、残念です。ピエンピエン、私の公演も来てください。みんなさ、私がいない公園も行っちゃうんだから。カイリーのおかげで今も NGT 好き、ありがとうもう大変、なんかこのお仕事って大変なのかさ、大変じゃないのかもう分かんなくなっちゃうんですよね。どうなんですかね。じゃあ今度じゃあメールで教えてください、みんなのお仕事は 何が楽しくて何が大変なのか。諸事情でお昼、あ、そうなのね。カエリちゃんの生誕祭はカエリちゃんがいますかいます。何がね大変で何が楽しいのか、私さ、まあ同級生とかは働いているんですけど、うん、あんまりそういう話聞く機会なくてですね、うん、みんなに聞く、うん、あ、外なの、あ、確かに外は雪とかが寒くなったりするよね。こんばんは。うん、カイリちゃんの方って何ですか。え、刀剣取れた、待ってる、オーラありがとうございます。私の楽しいところはやっぱりそのファンの皆さんに
こう喜んでもらえたり、ありがとうとか嬉しいっていう、なんか人がそういうなんかお気持ちにさあのなられた時が私の楽しい時かな。そう、褒められた時とか感謝をしていただけた時とか私の楽しい時。ゆる公園行く待ってる。あと、まあ、大変なのは、なんかまず食べ過ぎちゃいけないとかちょっと体型とかのことを考えて生きていかなきゃいけない。まあ、ほんのちょっとね大変なのは、なんかその楽しさに比べたら全然わずかちっちゃい悩みなんですけど、体型の維持とかあとはね、なんだろう、やっぱでも競争なんて競争の中で生きていかないといけないからっていうのかな。そう、なんかやっぱり皆さんからお金をいただいてね、会いに来ていただいてる、やっぱ自分に価値がないといけないので、それって何かちょっと我慢したり、何かどこかにお金をかけなきゃいけないんだなって思うと、まあ、一番気軽にできるのがダイエットっていう、もう本当に何言ってんのって感じなんですけど、でも全然ご飯とかもいっぱい食べるんですけれども、うん、全然食べるけど食べ過ぎに注意みたいな、激太り注意ぐらい、ちょっと太るとかは、まあ、たまにあるかもしれないんですけど、もう激太りははいやめますねはい、でも食べますよ、全然食べるんですけどね。あとあとそう、なんか競争社会なところ、もうみんなのお仕事もそうかもしれないんですけど、まあ、特になんかアイドルとかこの48グループってなんかもう頑張ってても下がってしまう時は下がってしまうくらいもう激戦なので、あと新しくねどんどんメンバーが入ってきてくれたりするからね、なんかそれかな、それが大変なところかな。で楽しいところはファンのみんなが喜んでくれたり幸せになってくれたり笑ってくれたりすることです。みんなのも今度教えてください。何が難しいよね、でもお仕事ってプロ野球みたい。本当に？あ、激戦の中でうん、もちろん。え、いいこと言った、私むしろ去年からかえりちゃんのお釈迦取り、え、聞いてください。そう、なんか私よくファンの方の話をお母さんにするんですね。今日なんかこう初めてこう私のサイリウム振ってくださった方がいらっしゃったとか、もうおしゃべり会った時とか初めての方が来てくださったとか、ゲームでもこの名前初めて見たとか言ってたりすると、え、カイリってもう7年目なのにさ、新しく応援しようって思ってくれる方いるのすごいねって言われて、確かにって思って、まあ、これもタイミングとかいろいろあると思うんですけれども、もうなんかもうすごい出来たてフレッシュみたいな私じゃないじゃないですか完成されたとまでは言わないんですけれどもなんかだってもう7年目
じゃないですか。なのにこう応援しようってさ、その気になってくれる方がいらっしゃるの本当に嬉しいなって思って、今回のゲームの時でも思いました。うん、プリキュアどんどん増えている感覚みんなおつぼねマニアなの違うよねそんなことある？うん、そう、その気にというね、嬉しい。あー、確かにグラビアね、すごい最近、でももうちょっとで1年になる。あ、フレッシュなのかな私はフレッシュなの、嬉しいです。フレッシュっていうのは褒め言葉だと思っているので、うん、嬉しいです。あ、そうなんです、フラッシュさんにアザーカットを掲載していただくことになりました。私とみゆとゆうはとみはるさんがリバイバルします。いや4期生ちゃんに人気やから。あ、そうね、聞いてください。今日のね、昼夜公演の間にね、ずっとね4期生とね話してたんだよね。面白かった。なんかあのね、ねメリーちゃんがすごいひなのこと大好きみたいな話をずっと聞いててああ可愛いなって思ってました。ふわふわなシャボン玉ありがとうございます。え、そう、なんかメリーちゃんが面白すぎて、なんかショールームで、あの、そのひなのことが、ひなさんのことが好きですみたいに言ってて、で、なんかちなみになんか同担は拒否なので、ファンの皆さんよろしくお願いしますみたいな言ってたらしくて、もう面白すぎて、なんかあのさ、私たちの同期の中でひのってさ、なんていうの、 MC ではやれるけど、まあ、時々いじられキャラというか、なんか末っ子キャラにも なったりするからさ、そんななんか新しいなって、新しい日のに対する気持ちだなって、そう、そういう土地じゃなかったのに、なんかダメらしい。だから日の星の方とライバルってことなんですか。面白すぎるね、その設定が、なんか新しすぎてなんという新しいの、面白いね、その話とかもう面白すぎて、それでなんか今までそのひののね連絡先を持ってなかったらしいの。でもまあそれはなんか後輩だからこう遠慮してて連絡したいけどしてなかったらしくて、追加してなかったけど、今日これをきっかけになんか連絡先交換しててもうさ、なんかそれをなんかずっと目の前で見てて、なんかああなんか素敵だなーって、すごい、あの、なんて言うんですかね、面白い。そう、ひなが照れてて、ついに。で、なんかみんなで話してたのは、なんかひなはその、あの NGT の全体のグループからね、メリーちゃんがいるから、そこから追加しようとしたんですよ。でもなんかメリーちゃん的にはあの QR コードなんかかざして交換したいみたいな、なんかもうなんか謎の、謎って言ったらあれか、謎じゃないよね、なんかそうやって交換したかったらしくて、けど、まあ、ひのは、まあ、普通になんかグループから追加しちゃったくて面白かった。
本当に面白すぎる。なんか MC とかでもその2人のさ絡み見たいなって思います。ニコ生とかで、ニコ生さんとかで見れるかな。本当に面白い、新しい、新しすぎる。そうだよ、すごいですね、積極的で可愛い後輩です。わかる、え、思った。でもそういうところがね、ヒロの多分メリーちゃんをくすぐるポイントなんだなって思いました。楽しみ。え、そう、なんかね4期生のみんなね、その NGT 先輩大好きっていうのを前面に出してくれてて、すごい嬉しい。今は前座のあの MC という感じじゃなくて、まあ、自己紹介しかないから、あ、でもショールームはしてるのね、ショールームだけなんですけど、今までにいないキャラ、そう、みんな嬉しいなって思います。うん、嬉しい、安心する。グループ愛が強いって大事だからね。なんか全然さ NGT が知らない子とかでも嬉しいけど、 NGT 知ってる子だとなお嬉しいみたいな感じです。本当ありがとう。なんか全体配信の時とかぜひよく見ててください。はい、ということで、生誕祭でもね泣いてくれたって言ってて、あと私のこれあるじゃないですか、このねシールをね携帯の裏とかね鏡に貼ってくれて、かえりさん見てくださいって言って、なんか今日なんか奈々ちゃんとかが見ててくれた。あー可愛い、嬉しいって思って、でも自分がそういうことでなんか改めて NGT メンバーなんだなって私が実感しました。あ、私ってちゃんと NGT の一員なんだなって嬉しい、モテモテ、イエーイ。うんねえ、嬉しいね。そこで実感しちゃったなんでだろう。いや、だけど何か NGT のメンバーでやってきたけど、さらに、あ、本当に自分っていや続けてよかったなって、もうそれぐらい嬉しかったんです。はい、なのでね、ちょっといい背中をこれからも見せれるように頑張りたいと思います。はい、ということで昨日の配信が始まったところで終えようかな。うん、あ、それでね、私がね、あのポキがね、そのお話し合いにいて、え、なんか3期生のみんなはね、あのあんまり愛を伝えてくれないので、それが私え、もう寂しいのって言ったら、なんかポキが「え、違うんですよ」って言って、なんかもうもっと本当はいろいろ言いたいけど、なんか恥ずかしくて、なんかあとそういうの言っていいのかなって分かんなくて言えなかったんですけど、なんか家でアンナとずっと先輩のことをなんか褒め合ってますって言われて、家で家でさ、そんなさ、アンナとポキがさ、まあ、ポキ、アンナもポキだけど、ポキとポキポキがさ、ね、私たちのこと褒めてくれてなんて嬉しいって思って、3期生もあのみんな心の中ではそうキャーキャーしてくれてあ、幸せって思って夜公演に臨みました。うん、嬉しい。はい、13位トンスケさん、12位超快速さん、
11位神鍋さん、10位ロヒーさん、9位マタさん、8位ミヤパンさん、7位ニシタムさん、6位白いアルパカさん、5位すぐさん、4位ティダカンカンさん、3位ヒロナさん、2位タカシさん、そして1位がミミレエイトパパさん。 KMT ありがとう、タワーもありがとうございます。ポキポキポキ、そうポキポキポキ、本当にありがとうございます。またいつでもお待ちしてますよ、ありがとう。皆さんも公演と配信とありがとうございます。一日ありがとう、旗ありがとう。それではすいませんね、夜遅くまで起こしてしまって。おやすみなさい、また明日も配信します。おやすみ村、バイバーイ。